はい、今だいたい予定より20分ぐらい遅れて、大阪の難波に着きました。で、なんか難波の、鳥取までのバスがメールでなんか取り置きはしてあるけどまだ変えてないから、ちょっとこれから初めての大阪だけど、迷いながらフラフラ行って、なるべく早くね、旅人ノート、地域おこし協力隊の人が働いてる民宿で、ちょっといろいろ話聞いてみたいと思います。初めての大阪だから、何が何だか分かんない。やっぱり赤信号は気をつけて進めだね。で、ナンバー OCAT だったっけな、そっちへ行きます。